はい、おはようございます。こんにちは。キャラメールは銀歯泥棒。新生伊藤チャンネルです。はい。旅サラダです。中丸ちゃん出るかな？はい。はい。今回は、なんて話しようかな。あ、そうだった、そうだった。さあ、素敵なお客様に来ていただきました。スキマスイッチの大橋拓也さん。そうなんです。今回は2003年デビューのスキマスイッチさんがゲストです。はい、何して話そうかなと思ってたんですけど、はい、ちょっとね、なんて話していいか分かんないので、ちょっと適当に話します。めっちゃ適当に。はい。でもよくそのなんか心の隙間のスイッチをしてくれるとか、すごいですね。はい、というわけで。そうなんです。20周年なんです。今年で。はい。スキマスイッチさんがデビューして、今年で20周年なので、2003年にデビューしたんです。ということなので、お祝いしましょう。ファンの方、お祝いしましょうね。20周年ですよ。中丸さん。かっこつけてる？海の女ですね。中丸ちゃん、かっこつけてる。ちょっと好きじゃないな。中丸ちゃん、面白い。中丸ちゃん、なんか黄昏れてた。中丸ちゃんの日です。赤いつなぎの半袖でした。半袖の赤いつなぎでしたけど。まあ、夏仕様ですね。長袖は多分秋冬、春かな。春、秋、冬ですね。夏以外。夏を除くと春、秋、冬。梅雨も入れると、梅雨までかな。長袖は多分、長袖で過ごせるのは梅雨の期間までなので、夏の期間はちょっと短いので、少ししかない。まだ半袖なんです。まだそんなところでしょうか。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。じゃあ、これぐらいにしておきましょうか。以上、新生伊藤チャンネルでした。じゃあね、バイバーイ。第1弾に続き、第2弾連続投稿しますので、よろしくお願いします。本当によろしくお願いします。バイバーイ。